はい、今回は、五聖戦の本戦2回戦から、高尾紳路九段対余正麒八段の一局を、紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。余正麒さんの黒番ですね。そうですね、高尾さんはあんまりこういうやって打つイメージはあんまりないですね。はい、そうですね、こうハサミを待ってここに開くっていう手もね、多いですね。結構ね、 AI とかこうやって開く手は少ないので、結構まあ珍しいでしょうか。やっぱり付け二段とかね、しっかり収まっていくような打ち方がね、最近は流行していますよね。はい、三で様子見ですね。そうですね、抑えてくるか、抑えたらこうやってやろうっていうことでしょうかね。はい、まあ動き出してこういうような戦いでしょうか。から激しくなりましたね。そうですね、こうやりたいんですが、この主張がおそらく黒がいいんでしょうね。そうですね、黒はいいので、1とハウ手はないんですね。はい、ここ取ったね、厚くて、これもちょっと隅も危ない格好なので、ああここで手を入れましたね。そうですよね、まあ、黒がねやりそうな戦いに見えますね。切っていきましたね。ここだけでね、生きれそうですね。そうですね、急所に切りが入ってる感じがして、この3目はねまだコウが付きなので、またね、全然取れない石ですから、白苦戦といった感じがします。はい、そうですね、まあ、何かしないとっていう感じがしますよね、白としては。まあ、一応荒らすことに成功しましたけど、まあ、黒をね抜いたことで厚いので、はい、まあ十分なんでしょうかね。ここに1着入れないと、まあ、打ち切れないっていう判断ですね。はい、そうですね、これは必死の頑張りですね。無理やり犠牲打を払って取っちゃいましたけど、これは桂馬でね引いてもここ置かれる形で
ほとんどこっちは死にそうですね。大体死んだかなと、はい、いう感じです。捨て石にして、こっちを大きくしましたけど、結構ね、無理気味というか、なんていうか、そうですね、こういっぱいの打ち方ですけど、そうですね、跳ねると目がないんですね。ここで、決めに来られました。そうですね、ここは出切れないんですね。切ろうとしてもこの2目が当たりになってますから、ここで投了したんですよね。この石は、こういうような感じで、生きることができますね。はい。ということで、投了も仕方がないですか。はい。こうね、置いてね、勝負手を放ちましたが、結局ね、うまく仕留められてしまいまして、黒のね、勝ちとなりましたね。どうも高尾さんはね、与正樹さんにね、結構相性が悪くて、これで11連敗ぐらいしてるんですよね。いやー、そうですね、相性っていうところなんでしょうかね。はい。はい。じゃあ、このい、えー、これは、この一局はこれで終わりにしたいと思います。はい。失礼いたします。